K-WAY おそ松ステーション。シェアウェーブを聞きの皆さん、2週間ぶりですね。シェアウェーブナビゲーター岩見担当試合鈴村健一です。さて、今回のフランスの話題、このメールを頂戴しました。ペンネーム人参さん、ね、女性26歳の方、なんと来ました、留学体験。鈴村さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは、まあ、今夜なんでこんばんはです。こんばんはです。シェアウェーブいつも楽しく聞いてます。どうもありがとう。私は昨年フランスへ留学し、入学中はホームステイをしていました。でその際にホストファーザーから教わった知識を皆さんにお伝えしたくご連絡した次第です。フランスでは乾杯をチン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 というそうです。普段日本では大きい声でチンチンという言葉は言えませんが、入学中は毎日チン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 言っていました。日常生活ではチンチンと言えないシャイな方は、ぜひフランスに行かれてはいかがでしょうかということでね、非常にね、楽しい情報をいただきましたけどね、私に関して言えばもう毎日チンチンを言っているわけであり、これは乾杯の時以外も使っております。まあ、さらにですね、私に関して言えばもうチンコチンコという言葉を主に使っていくようにしております。なんでもこの際乾杯をチンコにしていきたい、そんな風にね思っているわけで、僕にとってはこれも必要のない情報でした。以上です。引き続きね、留学情報、皆さんからも待ってますしね、フランスのここが変だよとかいうところね、あったらどんどん送ってほしいと思いますけどね。フランスに行ったことない人の方が多いと思いますけど、というふうにですね、フランスについての豆知識、留学体験などを投稿していただくオフマスさんにもご投稿お願いします。毎回ねオープニングでご紹介させていただいて、どうでもいい話していきます。さてこちらはテレビアニメおそ松さんについて毎回ゲストの方、出演シェイユーさんをこのスタジオにお呼びして、楽しくおしゃべりしていく、そんな番組です。今回もネット曲が増えるので最後までお聞き逃しなくてもね、何言っているんでしょうね、ちょっとよくわからないですね、うちのね構成作家。今日も帽子をかぶっています。今日も帽子をかぶってね、髪の毛の薄い構成作家、ね、今日も帽子をかぶってます。帽子ありでね、大体存在をこう認識してますから、撮っているとも誰かわからない。そんなことない。あ、そうですか。さてさて、ということでね、もうこうどうでもいい話はこれぐらいにして、今回のゲストの方にご登場いただきたいと思います。自己紹介お願いします。どうぞ。ラディオをお聞きの皆さん、お久しぶりです。シャーシャーマニメマニメおそ松さん、重始末担当シェイユーモノマイスケです。さあ、モノマイスケさんにね今日も来ていただいたわけですけど、どうもモノディ、モノディさんは最近ハマってることがあるとかないとかね。そうね、さっきねフランスのお話ですか、チンチンって ありますよね。チンチン、僕もチンチンって、チンチンはよく言いますか、丁寧に言っちゃって、おちんちん、おちんちん、おちんちん、なるほど。まあ目上の方と乾杯するときなんかおちんちん、そうですよね、失礼ですもんね。そうです、チンチンじゃないよ、チンチンって言いなさい。そうですね、今後はもう乾杯のときはおちんちん、おちんちんですけどね。あとシャンパンですか、シャンパンのモエシャンドン、モエシャンドン、ありますね、モエシャンドン、モエシャンドンって口が気持ちいい。ああ確かに、モエシャンドン、乾杯する時もモエシャンドンって言うと、モエシャンドンでね、最初に酔っ払ってくるともうシャンドン騒ぎになってきますからね。シャンドン騒ぎ、非常に楽しい。そこからシャンドン騒ぎ、ドンチャン騒ぎってなったって聞いてるで。そこからのドンペリという言葉が生まれた。そうそう、ドンペリニョン、そういうことですからね、って聞いてる。そうです、全部嘘です、全部嘘です。さあ、それではそろそろ岩見さんと重始末さんにバトンタッチしてタイトルコールをお願いしたいと思います。それではおそ松さんラジオ始まるさんすよ。アン・ドゥ・トロワ・シェーシェーウェーおそ松ステーション。この番組はおそ松さん制作委員会の提供でお送りするザンス。おたまさん、はい、こちらは普通のお便りをご紹介するコーナー、略しておたまさんです。その前にですね、一つ訂正がございます。先ほどですね、私ゲストの紹介、モノディ
って言ってたんですけど、マノディ、モノディではありませんでした。嘘、今日目の前に来ている方はですね、モノマーです、モノマーです。ああ、モノマイスケと言ったもん、ね、そうです、モノマイスケと言ってました、ね、本当だ、モノマーさんが正解、 D なんかない、モノマー、モノマーですね、モノマー、今日もね、モノマイスケさんとお届けしていきたいと思います。先ほどね、誤った情報をお伝えして大変申し訳ございません、この度ですね、謝罪して訂正させていただきます、本日はモノマーさんと一緒です。よろしくお願いします。モノマーです。さあ、そんなモノマーさんと一緒にですね、アニメの感想、出演声優さんへのメッセージなどをご紹介していきます。今回はテレビアニメおそ松さん第2期第6話、さらに第7話の感想メールご紹介しておしゃべりしたいと思います。ではまずアニメ第6話の感想ですね、じゃあ早速いきましょう。ペンネーム電王10周年おめでとうございますさん、男性の方です。どうもありがとう、ありがとうございます。鈴松さん、小野松さん、小野松さんって誰ですか。小野松さん、ものまえすけさんは今日、そう、小野松、小野さんなんてのこの世にいないんですね。これずっとやるの、ずっとやるの。じゃあ、もう一回訂正入れることもできますけど、私はですね、はい、実はこの番組を始めて、2パターンの人たちを見てきました。2パターンの大きく分けるとですね、はい、私がこんな喋りをしているので、釣、ええ、られて、うん、今のように、うん、まあ、モノマイスケさんのようなタッチでやってしまう人。それからですね、全く関与せず普通の状態でやる方、今まで、はい、このラジオずっとやってまいりましたけど、はい、どっちが勝者であり、どっちが敗者であるか、発表しましょう。うん、後者です。後者です。後者。つまりですね、この喋りに乗らない人が勝ち組です。小野大輔です。あ、どうも、小野大輔さん。そう。小野大輔です。あ、そして小野松です、僕は。そうですか。ええ。過去最大の敗者はね、入野美宇さんっていうのがいいんですけどね。大失敗しましたね。ずっとやってたんですか、ずっとやってね、途中で立ち行かなくなりました。うん、そりゃそうだ。小野大輔さん、じゃあ今から小野大輔さんでいきますか。じゃあ、ご自分で訂正なさってください。小野大輔です。モノマイスケってなんだよ。そうですね。何がだ、ふざけんな。そうですね。誰がモノマイスケだ。そうですよ。じゃあうちの実家モノ家具か。なんだそれ。じゃあ小野大輔さんということでよろしいですか。小野大輔ですよ。わかりました。はいはいはい。じゃあ電王10周年おめでとうさんから来ているこの鈴松さん、小野松さんというのは小野大輔さんへのメールと、そういうことでよろしいですね。確認しなきゃダメですかそれ。結構、時間くっ、こう使いますね。使いますの。じゃあよろしいですね、それで。あ、そうです。わかりました。僕で、ボカでですね。わかりました。じゃあ改めて呼びましょう。鈴松さん、小野松さん、シェシェシェ。アニメ第6話、往年のおそ松くんを思わせる回でした。イヤミのキャラクターが立つと、ムツゴたちがまともに見えてくるという展開が逆に新鮮で驚きでした。小野松さん演じる重始末は嫌味にお金を恵んでやったり、正論をちゃんと言ったりと、ちょっと珍しい回だと思うのですが、演じてみていかがでしたか。感想をお聞きしたいです、うん、僕が印象に残ったのは土下座している嫌味のケツが汚かったこと。それと、はい、トドマツ、ミユくんのバカ野郎がやけにツボでした、うん、ということをいただいてますけどね。バカ野郎、まあ、この回ね、イヤミさんのね、まあ言うなればお当番会に近かったということですね。イヤミがやってきたという話でしたけどね。いやもうね、もうドン引きですよ。ドン引きですね。何食ってんだお前っていう、パチンコ玉とかをね食べてましたし、馬券食べてました。ガッチャンかと思って。ガッチャンですね。確かにガッチャンです。もうあれでドン引き。でもガッチャンよりもガッチャンあれですよ。ゴムとか食べられませんから。ガッチャンは金属類とか何でも食べちゃうんですけど。うん、食べますね。ドクターマシリトの作った、うん、あれですよ、マシーンと戦った時に手がゴムになってたことで。ガッチャンは中から出られなくなって、うわ、一回敗北を喫してるんですよ。ガッチャン。なんでね、その時はガッチャンにも弱点があるんだなぁなんて ね、幼心に思いましたよね。イヤミは？ん？イヤミ食べれるんですか？つまりだから食べようと思えば食べれるんじゃないですかね。うわ、イヤミ最強。一緒に来てた犬だか猫だかがなんかこうセーフってやったらもう何でも食べれますから、ね。あいつ最後まで犬だか猫だか分かんなかったです。多分犬だと思うんですけど、ね。確かにね。なんかよく分かんない気分です、ね。いや、でもね、イヤミがそのフィーチャーされると、でも割とイヤミの方が、ひどい目にあったり、そうですね。するじゃないですか。これまでの流れって、はいはい、確かに今期からは、うん、嫌味の方が攻めてくるっていうのが、確かにね、うん、引かせに来てますよね。気持ち悪いですよね。うん、ね、あと汚い、うん、本当書いてますけど、ケツが汚かったです。そうなんですよ、汚いんですよ、うんうん、あのね、うん、そう、2期は、うん、うんこが多い、うんこが多い多いですね、うん、
なんで趣味に走ってるんでしょうね、松原さんがね。松原さん、そんな特殊な趣味が。多分そうだと思うんですよ。そうですね。で、松原さんがそういうね、いわゆるうんことかそういうのが書きたいんだと思うんですけど、そういうのを描くときにどうしてもやっぱりね、汚く描いた方が面白いっていうポリシーが多分現れるんだと思うんですね。そういう時にやっぱりムツゴはね、これからグッズ展開とかやっぱありますから、あまり汚くしすぎるのはどうかなっていうね、理由が多分そういうところえげつない。だからこのそういうのはイヤミとかね、何ですか、デカパン、デカパンとかあの人に全部言ってんのかなと思って私は思ってます。聞きたくなかった、これも僕のもう勝手なもう発想ですけど、ね、そうでしょ、今思ったこと言ってるだけでしょ、はい、いやこの番組は僕は思ったことしか言いませんから、ね、いやそうなのね、そうそう、裏取れてないこと言ってますもんね、今ね、裏なんか取る気ないですし僕が思ってることしか喋りません。いやでも僕もねそう思います、そうです、もうそうだよ。だ今回の回なんかもまさにそれを象徴とする回、いやいや汚い方がいい、汚いっていう、おかげでムツゴが立つわけですよ。ああでもそうです ね。だから最後にね、ちょっとこう自業自得みたいなとこあったじゃないですか、言葉がブーメランで返ってくる、あザクって、ね、あれなんかもちょっと可愛らしい感じに見えますもんね、僕なんかに言わせれば、ね、ちょっとだってその手前が嫌味がもう汚らしいったらあれしないんで、そうなんです、ね、あれぐらいなんか別にいいかなみたいな。どうでした大野さんは実際あの回見て。あの辺のシーンが、言葉言ってブーメランみたいに返ってきた時の息っていうんですか、はいはいはい、息アドリブ的なものがありました、ね、じゃあみんな面白かった、ね、ああ確かにね、あのザクってなってた時のね、なってたところ、割とほら、おそ松さんってみんな声張るんですよね、で結構大きい声出しがちなんですけど、そうですね、なんかね、中村くんかな、あれカラマツが割と、やりましたね。ってそれがすごい好きで俺。やってましたね。で、6人って受けていくんですよ、ちゃんと。そうですね、あれね。前の人がやったやつを。みんな、いつももっと大きくバーってやるのに、なんかちょっと、バッみたいなやつが出てて、それがすごい好きです。確かに面白かったですね。面白かった。ちょっと詰まった音出てて。そうなんですよ。なんかその辺の6人のなんかね、培ってきたものもね。出たんでしょうね。見れつつ、でもやっぱ言いたいのは嫌味が汚かったっていう。そうですね。ことです。いや、だからもう汚れやければ汚いほど、ムツゴがそういうとこが面白くなる。私はもうそういう立場で頑張っていきたいと。すごい、そこ買って出てるん。いや、出てないですよ。本がそう書いてあるだけです、ね。ちゃんちゃら嫌ですけどね。ちゃんちゃら嫌ですけどね。いや、嫌なんかい。私だって目立ちたいですし、グッズになったり、皆さんがぶら下がりでいろんな仕事してるように、皆さん収録の後に、なんとかアプリゲームの声をやったりとか、なんとかとコラボしたイベントの声とか、いや、ありますね。たくさんやってるじゃないですか。やってますよ。ほとんどないですからね、嫌味ね。嫌味な、そっか。ないんですよ。うお多分ですね、優先順位があるんだと思いますよ。はい。ムツゴからまず行くんでしょうね。で、ムツゴがまあ、お忙しいとか、いろいろバランスの問題で、じゃあムツゴがダメなら、イヤミでやっときますかぐらいのね。そういう時に回ってきてるんだと思う。おお、だからもう、本当はそういう意味ではね、まあ、尻拭うかな。尻拭いとして。ああ、うんこいっぱいするだけにね。そういうことなんですよ。まさに、ケツを締めてるわけですね。そういうところで。うわ、ありがとうございます。なんかすごい感謝の気持ちで甘んじて受けてますから。でも俺も十四松っぽいからなんか感化されてますよね今ね。うまいことなんか言いくるめられてる気がする。あの時もなんかこう、君は優しいやつざんすって言われて、そうですね、あーってなったけど、そうな顔してましたね。今俺騙されてないですか、今ちょっと。あ、私の言葉にですか。いや、私は本音で喋ってるんですよ、これは。本音なんですね。もっと嫌味に付属物を。もっと欲しいなと思いますね。お仕事を。アプリゲームとかの、声欲しいですからね。もっと。なんか、あるじゃないですか。ムツゴを着替えさせることができますよ、的なやつとかなんか、ありそうなもんじゃ。ムツゴと一緒に農場を作っちゃおうぜ、みたいな。ああいうやつに。そもそも論ですね。嫌味も出たいんですよ。嫌味も出たい。ここに何かを埋めろざんすみたいな。うんこでしょうね。そういうのでいいんですよ。だから、ムツゴが綺麗なものを建築しているさなか、お仏を建築するときだけで構いませんから。参拝をしてる。嫌味を呼んでほしいなって思ってます。
わかりました。このアピールが届くかどうかはちょっと謎ですけども。あの、小野さんも現場でそういうのちょっと、偉い人に言っといてください。今のや内容を。今の内容を。こいつ何言ってんだろうって目で見られるでしょうね。きっとね。急に何言ってんだろうって。かもしれませんね。僕思いついたんですけど、イヤミが島にどんどんうんこするんですよ。そういうのいいですよ。どんどんアイデア出してください。わかりました、お願いします。はい、了解です。さあ、長くなりましたがまだいきます。はい、続いてアニメ第7話の感想ですね。はい、ペンネーム最近キノコが食べられるようになった魚さんからいただきました。女性17歳の方。はい、須村さん、小野さん、シェイシェイ、シェイ第7話拝見しました。初っ端から下ネタをぶっ込んでくるあたりさすがです。私実際あんなエピソードがあったかもしれないと思うと想像が膨らみますね。かっこ笑い。うん、三国志さんでは曹操が某アニメの声優さんと同じでさすがおそ松さんだなと抜かりのなさに感心してしまいました。うん、そして今回は何といってもギョイギョイギョイがつぼりました。楽しそうったらないこの上ないセリフでした。アフレコの時のエピソードなどあれば教えてくださいということね。三国志さんありましたね。三国志さんどうでしたかあれは。あのね、はい、なんて言うんでしょうね、本物って面白いんですね。そうですね。で、本物に真面目に芝居をしてもらえばもらうほど面白いんですよね。本当そうですね。もうね、初っ端からね、はい、ナレーションが矢島正明さんで、いや、すごいことですよ。うん、本当重鎮ですよ、ナレーター界の。そうですね。すごい方ですよ。なかなか僕らもね、仕事ご一緒することって、そうです、うん、機会がないんですけど、実際ちゃんと、同じ、一緒に来ていただいて、はい、来ていただいて、すごいですね、やってくださって、うん、もう本当ね、もう監督と松原さんと脚本の、うん、みんなやっぱこっち来て、これはこういう作品で、今回は三国志を描いてるんですけれどもって、そんな説明をあの監督たちがしてるんですか。まあ丁寧に丁寧に俺たちにしないような。うん、僕らなんかね、繊細さでここなんかあのセリフ歌って書いてあってね、うんうん、これ歌はどういう風なメロディーがいいんですか、うん、って聞いたら、適当だよって言うんです。考えてます、いや考えてないですねって言うんですよ、あの監督は。そうですね、こっちに入ってこずに、ね、あの野郎向こう側からね、あの野郎トークバックで何も考えてないんですよ。あの野郎って言いましたけど、ね、あの野郎、本当あの野郎はね、あの野郎は何も考えてないです。僕らのことなんかはそれで適当にやったらすごい良かったですっていう。褒めてくれる、褒めてくれる。うん、悪い気はしない。うん、そうでもそうそう、でも矢島まさきさんのあのもう本当に重厚なナレーションで。さすがですよね。でもその、どんなその、うん、国だったのか、その三国志時代の、こんな国だったっていう、あの、あそこの切り替えがもうまた絶妙で、ね。さすがですよね。いや、もう耳がもう幸せ。いや、そして松本康則さんね。はい。曹操の声。実際ね。本物ですよ。はい。そうそう、やられてね、ましたからね、他の作品で。横山ミステル版で。そうです。だからもう、ガチ本物ですよ。やってるやつですよ。はい。ちなみに、十四松は、何だったんですか、その時。あ、僕、あれですよ、孔明ですよ。あ、孔明ですか。諸葛亮孔明です。放たれてましたけど。正気ですか。いや、そうです、ね。僕は軍師ですよ。おかしいです。めちゃくちゃですよね。はい。桃、はい、です。桃桃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 桃ずっと言ってましたよね。ね、うん、言ってました。なんか、ほんと正気かなと思いました。戦いに出た時も、あの、一回桃に聞いとられますからね。ママウママウいや、すごく、その、解約がね。なんか流れで言うとね、チョロとかがね、諸葛亮とかなりそうなもんですけどね。そうなんですよ。違いましたよね。一番違うんですよ。ね、チョロは何でしたっけ。チョロはその補佐官みたいな感じのところにいたと思うんですよ。はあ、はあ、はあ。うん、そうそうそう。なるほどなるほど。帝の。あ、そういうところに、ね。地位を乗っ取ろうとしてる。そういう立ち位置だったんですね。っていうね。うん、それをポロッと言っちゃって、お前が一番やばいやつじゃんって突っ込まれるんですけど。いや、僕的にやばかったのはそうですね。やっぱね、市松ちゃんがやってたあの、うん、猛将、はいはい。うん。なんか猫の、なんか肉球持ってて、ちょっと可愛らしいんですけど、おでって喋る。で、すげえうんこするっていう。汚いもん。すぐうんこしますからね。いや、でもね、なんて言うんでしょうね。可愛いんですよね、ちょっと。おずるいなと思って。いや、だから、ああいうのまたグッズにするんですよ。いやらしい、やらしい。可愛くしてるでしょ。ちょっと可愛かった。でも本はめちゃくちゃでしょ。本めちゃくちゃっす。私の言ってる通りじゃないですか。ああ。グッズにする。いやいやいや、やらしい話になってきたら。売れますよ。売れます。あの流れが絶妙で、あの、義五色。はい。
の。あれ面白かったですね。そうそうそう。字にこの字が入ってるから、いやとか、うん。鬼って入ってるから、鬼って入ってるから、やめとこう。で、次見て、そうだな。これ虫って入ってる。俺虫嫌いってやめて。で、じゃあここにクレにしようって。ゴだよ。クレじゃない。クレじゃないよ。広島になっちゃいますからね、クレ。いやあの流れも絶妙で。面白かったですね。うん、白かもう上げればキリがないですね。そうですね。あの中村くんがやってた武将がいたんですけど、うんはいはい、もうやばいテンションでずっと声張っててよだれ出てて最終的に血管切れちゃうっていうやばいですね。あのなんていうんでしょうね、うん、この話はそのそこのギャップを楽しんでいただきたいんですよ。うん、なるほど。重厚なナレーション、はいはい、本物のソース。そうですね。あとバカっていう。本物であればあるほどそういうことが生まれてくるというね。バカなことをやっていることはより立ってくるということですね、あれはね。うん。ギャップが面白い。まあ、はい、面白かったですね。面白かったです、はい、めちゃめちゃ。さあ、そして、収録日の関係で感想は実は届いておりませんが、配信日の頃にはですね、はい第8話、獣始末とイルカがオンエアされておりました。ね。小野さんはこの回もお当番会でしたけどね。挽回でした ね、 ね、なんか幽霊って言ってました、ね、やってました上手、はい、やってました。もうね、あの何でしょう、なんだこの話やってます、うん、思って。いや、あれはあのある意味ですよ、うん、なんか三国志さんとかは、うん、まあそのパロってやろうっていうね、うん、気概満点なの で、 そうですね、どんだけめちゃくちゃにやってもベースが三国志なわけですよ、うんうんうん、でもこのイルカのやつは、うん、僕ただの最古の話だと思いましたね。怖いんですよちょっと。うん、僕もそうだし、獣始末もそうだし、彼女もちょっとね。ちょっと怖いですよね。思って、うん。あなたならできるみたいに言って、ね、いや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 って、イルカなろうとしてっけどって。あれは何なんですかね。僕はあの見た感想で言うと、モチーフにしたかったのは、あの、何ですか、昔流行ったの大英ドラマみたいな。こう、スポコンものみたいな。ああ、なるほど。スチワーデス物語とか、ね。はいはい、ドジでノーロマナカメですみたいな。あれかと思ったんですよ。あれなんですかね、もしかしたら。まあでもそうとは思えないぐらいね、ひどいエンディングでしたけど、ね、あの歌最高でしたね。あの今期歌が多いなと思ってまして、歌多い、ね、最初からね、ちゃんと合体の歌とか、うん、そうですよね。嫌味音頭もそうですし、ね、ああそうだ、歌が多いんですよ。歌面白い、うん、本気で作ってる。あのイルカの歌面白かったですね。本当面白かったです。ブラブラペチペチフルモンティーですよ。いやあれ天才だなと思って。いやあれ天才ですよ。うん、非常に面白かったです。うん、ブラブラペチペチが何かそう言えない、ね。言えないですけどね。でもね、もうほとんど裸でどうのみたいなこと言ってましたよ、歌詞で。ケツ出していこうみたいなこと言ってましたからね。ケツ出していこう。うん、言ってました。ああ本当 ね、 ね。いやでも。ああいうお話もできるぞっていうのはなんか懐深いっすよね。うんうん、まあ確かにね。うん、今期特にね、そのこう幅が広い感じしますよね。一挙にね。もう自由すぎるっていうかね。うん、これ何なんだろうみたいな。そうだ、そうだ、意味わかんない。ね。意味わかんないに拍車かかってきてて。そうですね、僕は大好物です。ああ、私も大好物です。ね、あの、一期の時のね、あの、こう野球のやつで、あの、ピーターパンみたいなやつあったじゃないですか。あれも、あれも何やってるかよくわかんない怖いのがありますけど、うん、あんな感じですもんね。夢のような場所。ドミニカまで行ってる。あれ面白かったですよね。そうですね。そんな感じ。ね、まあでもあと桑島宝子さんの彼女がやっぱり素晴らしいなって、はいはい、あ、そうですね、思いました。彼女がやっぱりちゃんとやるからこそ面白いというところがありますよね。最高でした。いや素晴らしかったです。さあということで、以上ですかね、お便りをご紹介するコーナー、おたまつさんでした。アニメの感想、出演者演者へのメッセージなど。普通のやつよりお話です。シェアシェアス。シェアウェーブおそ松ステーション。シェア。おそ松さんも。おそ松さん。はい、こちらはアニメおそ松さん関連のお知らせをご紹介するコーナー、略しておし松さんです。あ、ここでお知らせです。前回までですね、放送センター担当してくださった鈴村さん、別の部署に移動したということで、改めて放送センターの鈴村さん。はい、放送センターの鈴村です。おそ松さん、放送情報をお伝えします。私は新しい鈴村です。おそ松さんはテレビ東京テレビ愛知では毎週月曜深夜1時35分から、テレビ大阪では毎週火曜深夜2時5分から、 BS ジャパンでは毎週土曜深夜0時30分から、 ATX
はい、ということでね、新しい須村さんありがとうございました。あ、この須村さんね、この間入ってきたばかり、昨日ねアナウンサーになられたという、ね、びっくりしたね、よくなれたなと思って、前回までのね、須村さんの夢が叶って歌舞伎の方に進まれたということでおめでとうございます、ね、見事歌舞伎の方に行けたということで。さあ、ここで追加情報です。情報センターの小野大輔さん、こちらパッケージ情報センターのシェアウェブアナウンサーの和野です。おそ松さん、第2期ブルーレイ &DVD の発売が決定しております。第1末は12月22日発売となります。また AOP が歌う第2期オープニングテーマ君子危うくも近親は現在好評発売中。さらにルーツ66パーティー with 松野家6兄弟が歌うエンディングターナーレッツゴー6つゴー6色の虹は12月6日発売です。以上、和野大輔がお伝えしました。スタジアにお戻しします。和野さん、どうもありがとうございました。どういたしまして。和野さんはですね、服のラジオとかやってそうですよね。以上、お知らせを紹介するコーナー、おしますさんでした。さあ、ここで1曲お聴きください。テレビアニメおそ松さん第2期エンディングテーマ、ルーツ66パーティー with 松の家6兄弟で、レッツゴー6つゴー6色の虹、おそ松66。俺たちの出番、いよいよ来たな。ちゃんとしようよ。あ、猫いる。ボーウェイ、今度一緒にライブ行く。こちらはおそ松さん出演声優さんへの頭の失礼、どうかしているナンセンスな質問やリクエストを受け付け、お答えするコーナー、略したおこ松さんです。ではまずルール説明いきますよ。お願いします。ここにですね、おそ松、から松、ちょろ松、一松、十四松、とど松を書いた6枚のカードがあります。あります。でこれ伏せられておりますが、その伏せられた面には1から6の番号を振られております。さらにですね、リスナーさんから届いた1から6の質問があります。それがこれ当てはまってるわけですね。当てはまって、ではいきましょう。1つ目、ペンネームペースさんからの質問です。Okay. 小野さんはかなりのグルメだとお聞きしましたが、うん、今まで食べてきた中で一番美味しかった家具は何ですかということで。そうですね、小野さんぐらいになるともう何でも食べてらっしゃいますから。僕ぐらい家具なんかはね、うん、僕も家具なんかは結構たしなむ方ですけど、小野さんにはちょっとかなわないななんて思ってますね。でしょ、うん、2つ目の質問です、うん、ペンネームターニャさんからの質問です。柿をみかんにするにはどうしたらいいですかと。ほうほう、まあ、この筋ではね、もうかなり小野さんというのは長けてらっしゃるということですから、うん、まあ、錬金術だよね。そうですよね、うん、そのあたり聞きたいですね、うん、ある意味。3番ペンネーム、欲望の塊さんからの質問です。誕生日にこけしを大量にもらったので有効な活用法を教えてくださいということですね、うん、これなんかね、非常に普通の人も下ネタに行ってしまうところ、小野さんは違う方向で、いけるということですね。そうだよ、よくない。
4番ですね、ペンネームエミミミさんからの質問です。 OK、 はちみつを乳首に塗るとくしゃみが止まるって本当ですかってことね、うん、これについてはちょっとね質問していきたいと思います。本当ですか、どっちかな、ね、5番ペンネーム、おろし生姜食べたいんだなさんからですね、最近父がトランスフォームして帰ってきます、どうしたら良いでしょうかということで、ね、なるほど、これも気になる質問です、うん、6番ペンネームちょさんからの質問です、うん、寝る前に親におやすみのみを変形させて言うのにハマっています。そうなんだ、おやすみとコンドリアみたいなやつです、うん、しかし最近はネタが底をつけてきていて、最終兵器のおやすミラノフドリアも使ってしまい、その上スルーされています。どうか素晴らしいおやすみホニャニャニャを考えてくださいということでね、非常に最後しんどいやつが、しんどいやつですねでもこういうの、あのピンチはチャンスっていう言葉がありますから、わかりました、さあ何マス選びましょう。あっこれは、うん、まあ、まず、もう、長兄のね、うん、なるほど、おそ松兄さんからね、じゃあちょっとめくってみてください。と思います、はい、まあ、1番ですね。ペンネーム、ペイさんからの質問。はい。小野さんはかなりのグルメだとお聞きしましたが、今まで食べてきた中で一番美味しかった家具は何ですかという。椅子ですね。椅子ですね。ああ、やはり椅子ですか。椅子です。やっぱり私もね、椅子なんかはもうかなり好きなんですけど、意外と、あれですね、うん、あの、スタンダードなものが。はい。うん、あの僕の友達なんかもキリダンスが一番だって言ってました、うん、キリダンス、うん、あの金具のとこまでもういけるって、エビの尻尾食う感覚で金具のとこも食べれるんだよって言ってました、ね、ポリポリってね、椅子はでもね、部位がいろいろあるじゃないですか、あれも楽しい食材でね、あの背もたれの部分はちょっとね、あの味は薄い感じの、出汁取るから、そうですよね、あれは出汁ですか、やっぱ足の方が下にありますから味がどんどん濃くなっていきますけど、足をねフライにするのね、うんうんうん、やっぱそこですか、そうそうそう、手羽先みたいですね、美味しいですよね、美味しいです、もうもうカレーに乗っけたりなんかして、そうカレーライスっつってね、あと卵をかけてオムライスとかも作るよ、うん、作っちゃう、うん、次行きましょうか、行こう、もう順番行こうかな、からからから行きますか、でです、4番4番、ペンネームエミミミさんからの質問、ハチミツを、乳首に塗るとくしゃみが止まるって本当ですか。本当です、本当です、これやっぱ本当なんですか、です僕はこれはちょっと知らなかったですね、これでもちょっと情報が抜けてますね、そうですか、蜂蜜を右乳首に塗るとくしゃみが止まる、左はダメなんですよ、右なんですね、左はダメです、左塗るとどうなるんですか、左を塗るとヒリヒリしますあれなんかヒリヒリなんかかぶれてるなって、蜂蜜塗っちゃったもんだって、右は平気なのに、そりゃ左はかぶれちゃう、右を塗るとホップって、あれですかね、ヌルヌリ、うん、うん、だからね、春のね、花粉なんかに困ってる人なんかは、うん、おすすめです、てきめんですよ、もうマヌカハニーって、そうですか、マヌカがいいよ、なる、でも左なんかは、うん、左はハクスハクスハッカイハッカイカイ、もうくしゃみ、あ、くしゃみ止まった、止まってるじゃない、結果止まるんですね、結果はどっちでも、やっぱでもプロポリスですかね、あ、やっぱそれが効いてるんですかね、結果的にプロポリスを塗るとくしゃみが止まるし、いい声になるっていう、あ、なるほど、副作用が、副作用副作用があります、結果そうなんですね、結果結果だからみんな塗ってるよ、あ、そうですか、あの中丸君とか塗ってますね、この間ラジオ聞いてたら、あの野沢雅子さんも蜂蜜にはこだわってるって言ってたんで、このあたりもこだわってるんですかね、こだわってらっしゃると思いますよ、そうですか、塗ってるかどうかちょっとわからないですけれ ど、ね、こだわってらっしゃると思います、なるほど、じゃあ次行きましょうかね、何松にしましょう、あ、じゃあこれラスト、うん、じゃあジューシー、ジューシー、ジューシー松で、レレレン、6番ですね、ああ6 ああ、なるほど、6ってあれですか、ちょ、夫婦さんからいただいてますけどね、寝る前に親にお休みの身を変形させて言うのにハマってると、まあお休みラノフドリアみたいな感じということですけど、どうか素晴らしい新しいお休みホニャニャな、もうね、ネタが底尽きたということですから、小野さん、あ、お得意ということで、これは、ね、私はもう本当大の苦手ですから、こういうのはもう全く手出しをしません、でどうですか、 お休みなんですか、これ引くと思わなかったんだな、いや、あの小野さん何言ってるんですか、引くに決まってるでしょ、こういうのは小野さん、割すごい ね、僕持ってますね、本当にガチで今引いたんですけど、私本当にしんどいから、私だったら絶対これもう読みたくないんですけど、小野さんはこういうの大好きっていう話で、お休みなんですか、
おやすみ、おやすみ、みで始まる言葉にそんなに困るんですかこれ。あ、困る困る困る。言ってみればいいんだよね。言ってみてください。おやすみ、おやすミュージカル、What's that story? だらららら。あー、小野さん、うん、僕今ね、ちょっとシンパシーを感じました。うん、私もしんどいやつを言った後、はい、とにかく重ねで何とかしようとする。重ねるんですよ。重ねです、ね。重ねればいいんだよ。諦めないっていうね。こんなのおやすミュージカルって言った時何でもええろ、うん、おやすミュージカルキャッツ、なるほど。ほら、何だってできるんだよ。好きなミュージカル入れてみ。まだいけるんですか。おやすミュージカルライオンキング関係ないさ。それは芸人さんのやつですから、ね、関係ない。もう全然いいの関係ない。他にもまだそれこそ関係ない。まだ他にも、ね、おやすミュージカルウィキッド。顔ですよ。顔です。魔女的な顔したでしょ。魔女的な顔でした。そうです。ねるねるねるねの混ぜる前の顔してましたね。そうそうそう、鈴木玲子さんの声で、してました。なるほど。でも今だけでもね、4つぐらい出ましたから。ガンガン作れますよ。あなたの好きなミュージカル。使えます。ちょ、ふふさんね。ぜひこれお母さんに使って。うん、で、まあ、さらに改良版としては踊れるようになっていただきたいですよね、これね。ああ、うん、もう。そうすればもう誰もね。みんなでアンサンブル。誰もあなたを止められないですからね。頑張ってます、ね。まあ、寝る前だから、ね、そうです。大変なことありますけど。寝れるかどうかですけどね。ねはい。そうです。お試しください。いや、勉強になりました。ありがとうございます。おー、もうどんどんどん、はい。ということで、以上、質問やリクエストを受け付け、お答えするコーナー、略して、おこまちさんでした。投稿お待ちしております。シェーウェーブおそ松ステーションシェー。さて、そろそろレモンサワーも飲みたくなってきたのでお別れです。ここでシェーウェーブの各コーナーについてお知らせです。まずはレギュラーコーナー3つです。オフランスについての豆知識や留学体験などをご投稿いただくオフマツさん、こちらはですね、オープニングでご紹介しますよ。アニメの感想、ゲスト声優さんへのメッセージなどお便りを投稿していただくコーナー、オタマツさん、こちら番組前半でご紹介します。そしてリスナーさんからの6つの質問にお答えするオコマツさん、ね、どんどん送ってください、ね。続いてレギュラーコーナーではなくイレギュラーコーナーがこちらの3つですよ。リスナーさんが驚いてシェアと叫びそうになった体験を募集するオドマツさんシェア。私たちパーソナリティやゲストの方がお疲れ様と声をかけたくなるような体験を投稿していただくオツマツさん、あえてオゲレツなメールをご投稿いただくオゲマツさん、イレギュラーコーナーですね、面白い投稿がたくさん届けば突発的にコーナーに昇格しますので、ぜひ投稿お願いします。します。以上ですね、詳しくは番組ホームページのコーナー紹介と投稿フォーム参照にしてください。ください。シェーウェーブおそ松ステーションはアニメおそ松さん公式サイト、またアニメートタイムズで不定期更新ではありますが、必ず月曜日に配信しま す、ね、お暇な方は毎週月曜日の18時頃チェックしたら、もしかしたらやってるかもしれません。ゲストは決まり次第告知しますんでね、ツイッターアカウントをお持ちの方、アニメおそ松さん公式サイト、またはアニメートタイムズのアカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。さあ最後にですね、今回の配信日、11月27日の深夜からテレビアニメおそ松さん第2期第9話が放送されますね。さあ小野さん、この9話の見どころをね、漢字一文字でちょっと表現したいと思うんですけど、漢字一文字ですか、どうですか、何か思いつきますか。私は思いつきません。せんはっきり言うたね、はっきり言います、はい、うん、炎炎ね、炎、うん、私もね、実は言うなら炎かと思ってました。嘘でしょ、はい、後乗せ方式なんですね。後乗せサクサクでね、天ぷらかい、炎でいきましょう。イライラする炎でした。ということでね、この第2期9話炎、どのあたりが炎なのか注目したら、ぜひ見ていただきたいと思います。見てほしいね。見たら感想なんか送ってちょうだいというところです。よろしくお願いします。さて今回はですね、重始末担当声優の小野大輔さんにゲストにお越しいただきました。小野さん、いかがでしたか今日は。いやもうね、はい、ギャグ、はい、
に、なんかこう理屈とか意味とかそんないらないんだっていうのはいつも思ってるんですよ。だからラジオとか来ても何喋ったらいいのかなって思っちゃうわけですよね。中身ねえからだってそんなに。まあこの番組特にありませんから。いやーもうね、僕は本当ね楽しかったです。だからそれはやっぱり一つ言い忘れてることもありましたけど、三国志のありましたね、あの例の最後のみんながやられていくシーン、はいはい、あれ全部台本に書かれてました。あれアドリブじゃないんですね。あれアドリブじゃないんですよ。なんて言ったんでしたっけ。僕はだからほらの ボエバーなんですよ、ね、ボエバーですね。他のキャラでね、ボエバーですし、であの一幕ちゃんはアメマーって、はい、言ってました。あーメンマーってみんな書かれてる通りにやってるんですよ。やってましたね。もうおそ松兄さんのあの、うん、アペラコンペランゲあれ書いてあるんですよね。もうね一字一句間違わずにね桜井さんがやって、あれはやっぱ桜井貴弘っていうのがすごいですよね。いや、あれを説得力を持ってね、言えるっていうのがすごいですね。皆さんも乳首をもがれた時は、うん、ピラコンピラン、アピラコンピラン使っていきたいですよね。ね、使っていただきたい。はい、もうちょっと早めに会ったらね、流行語大賞受けたかもしれない、ね。そう、ね、でも意味とかないんだよ。そうですね。うん、日常から使ってみてください。お願いします。はい、さあということでですね、小野さん本当に、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今後ともおそ松さんにご期待いただければと思います。では今回のシェフウェブおそ松ステーションここまでです。お相手は嫌味役鈴村健一と十一松役小野大輔でした。シェフ。シェーウェーおそ松ステーション、この番組はおそ松さん制作委員会の提供でお送りしました。ザース おそ松屋サウンド、シェーウェーシェーウェーシェーウェーウェーシェーウェーウェーシ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 ェーJBS Radio 183おつまつさん、 JBS ラジオお聞きの皆さん、おはようございます。パーソナリティの鈴村健一です。そして今回のゲストはこの方です。自己紹介お願いします。おはようございます。今日も朝からハッスルマッスル、小野大輔です。さて始まりました JBS ラジオおつまつさん、こちらはですね、僕たちが思わずお疲れ様と声をかけたくなるような体験をリスナーの皆さんに投稿していただく番組です。はい、今回はですね、声優界一の甘いボイスとして知られる小野大輔さんが、時には優しい言葉で慰め、時には力強く励ましてくれる予定です。予定ということで、小野さんよろしくお願いします。頑張ります。さあじゃあ早速ね、メールを読んでいきたいと思いますけどね。いいよ、もうどんどん読みますよ。まっちゃ松さんからいただいております。ありがとう。鈴村さん、小野さん、おはこんばんしー。おはこんばんしー。私は8月に結婚して旦那さんの実家に嫁ぎました。でも仕事は辞めたくなかったので続けているのですが、会社まで1時間かかります。とても疲れます。つい先日疲労で38度の熱が出ました。とっても辛かったです。こんな私にお疲れ様と一言言ってほしいです。お願いします。ということで、大変そうですね。こうやってね、はい、旦那さんのところに行ってこうやっぱり結婚ですから、こうやって嫁がれるとこうなかなか環境にも合わなかったりもするね、とこもあるんでしょう。なるほどなるほど。だまあ普段ね、今まで自分で暮らしてたのとはちょっと違う中でも、今まで通り仕事もやらなきゃいけない、しんどい状態ですね。こうやってこう環境が変わってね、しんどかったみたいなことってのは大野さんあるんですか。こういうのありますね。ありますか。ありますよ。熱が出たり、あ、熱が出たりもしょっちゅうしてました。あ、そうですか。ごめんなさい、思い当たらない。あ、ないですね。ないない。さんは特にそういうの感じないと。ないね。そうもう東京でいいだけ、もう東京だ、やったっつって。アニメばっかり見てたね。高知でやってないアニメいっぱいやってるっつって。そのあたりがやっぱ天然に、あれなんですね、うん。強いところもあるんですね、小野さんはね。そうですね。なるほど。そうやってね、ポジティブなね、あのシンキングをお持ちな小野さんから、やっぱりこれ、お疲れ様と一言言ってあげるだけで、松山さんはもしかしたら熱も下がるんじゃないかなと。分かりました。というところですから、小野さん、一つ励ましの言葉、お疲れ様、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、ではお願いいたします。松山さん、いつもお勤めご苦労様、お疲れさマッスルマッスル、ポジティブシンキング、ポジティブシンキング、ポジティブシンキング。おー、素晴らしい。最後にね、
あのボットン便所のお釣りみたいなのも出してくれてありがとうございます。汚ねえ汚ねえ例えをするな。どうもありがとうございます。とんでもないです、ね、お釣りが帰ってまいりました。はい、送りつけて。これでね、松山さんもきっとね、もう完璧に仕事もできるようになりますし。そうですよ、家でもね、うん、楽しく暮らせるんじゃないか。楽しく暮らせるんでしょうね、思います。おーおーおー、おそらくですけど、うん、でももしそうじゃなかった時にここにあのならないじゃないかっていう苦情等は送らないでいただきたい。絶対ですよ。そうです。でもきっと頑張れます、うん、あなたらしくいれればきっと大丈夫です。小野大輔さんが見てますから いつも見てるよ、見てる。 Google Earth で見てる、見てます。ずっと上から監視しています。何分このコーナー初めてやるので着地の仕方がさっぱりわからない状態で、うん、さあもう一つ行きましょう。行くぞ。ふさんからいただきます。先日理科の授業で外骨格の動物を答えなさいという問題が出ました。外骨格。クラスのみんなはカニ、エビなどと答えていましたが、うん、なぜか私はダイオウグソクムシしか思いつきませんでした。なのでダイオウグソクムシと答えると、何それお前真似してよと言われ、わざわざ私は地面に這いつくばってダイオウグソクムシの真似をしたのに、まさかやるとはと言われ若干惹かれました。素直に真似をした自分にお疲れと言ってほしいですというね。小野さんなんかはもう結構真似されますもんね。真似好きですもんね小野さん。モノマネといえば僕みたいなとこありますから、ありますよ。何でも真似しちゃいますよね。もうカニエビ、カニエビも真似されるんですか。あります。どんなエビの真似をするんですか。エビの方ですか。エビですか。エビ大きい声出すよね。ああそうです。カニもやれるんですか。カニ。ああなるほど。あのアワビは。え？アワビ。アワビ。アワビはちょっとしっとりしてるんですね。僕も今でもアワビはしっとりするんだろうなと思ってますけど、やっぱり。そうですそうです。もう一回アワビやってもらっていいですか。アワビ。ああいいですね。もうあと顔ね。顔。赤貝なんかはどうですか。赤貝。ああいいですね。赤貝。オットセイはどうですか。オットセイ。ああそうですか、うん、すぐやった方がいい。すぐやった方がいいですよね。言われたらすぐやった方がいい。なるほど。すぐ打った方がいい。そうですよね。そうしないと腐っちゃうから。腐っちゃう。あれですか、まあ、腐っちゃう。あのチベットスナギツネなんかもいく。チベットスナギツネ。チベットスナギツネ。シュッとしてシュッと。なるほど。顔がシュッとしてってことはもうフさんがやってたようなダイオウグソクムシなんてのはもう地面に這いつくばっちゃダメ、うん、それは人間の尊厳を失うよ。なるほど。ダメ、這いつくばっちゃダメ。大丈夫飛ぶの言ってますね、うん、飛ぶの、うん、ダイオウグ飛ぶの飛ぶのね。あいつ海にいますけど、うん、飛ぶんですか。海にいるけど飛んで、うん、なるほど。そこはもうじゃあちょっと飛ぶダイオウグソクムシをやってもらっていいですか。そうですね。こう宇宙シルカのようにね、はい、海海面にブシャーブシャーって出るように、はい、いきます。はい。ダイオウグソクムシ。いやいやいや、ちょっと富士サファリパーク風にやめてもらっていいですか。え、ちょっと何がですか。ちょっと全然パクってないですよ。いやいやいや、富士回しはほぼ聞いてくださいよ。富士サファリパークでしょ。いや、だから富士サファリパークの節と違いますか。はい、もう一回やりますよ。ダイオウグソクムシ。いや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 、ほぼ一緒ですよね。いや、ピッチは違いますけど。そうでしょ。その、なんていうか、はい、節回しはいい。いや、なんかパクったみたいに言われて、ちょっと心外ですね、なんかね。じゃあ、ちょっと、はい、じゃあ、まあまあ、それはいいですよ。そうですよ。まあ、こんな風にね、怪我しても平気ですから、フフフさんに、お疲れってちょっと言ってもらっていいですか。はい、いいですか。這いつくばって真似した、はい、もう忘れちゃってるでしょこのメールの内容。そうですね。この人にお疲れっていう話なんです。わ、はい、かりました。わかりました。じゃあ行けますか。はい、じゃあお疲れ様ですって言ってあげてください。はい、お願いします。どうぞ。お疲れ。いやでペンネームがそうなんだもん。そうなんですけど、そしたらもうそんな切り替えられない、僕は。ああやっぱそこから。何上手じゃん。じゃあつまりフさんはもうペンネーム変えろってことですねこれね。お疲れ。うん、君のあのペンネームは今日から富士サファリパークで。今後富士サファリパークでお聞きください。お願いします。はい、はい、以上 CBS ラジオおつまつさんでした。ご投稿皆さんお待ちしてます。小野さんありがとうございました。ありがとう。CBS ラジオ